い夜がないように咲かない夢もないはずだ。切実に男の涙笑ってみせましょう。明日こそ演歌の魂、演歌の心、演歌の愛で歌います。それでは聴いていただきましょう。夏木ひかりでお花半。男の今日の限界ならば、波がトントン打つせ直す恋も望みも男の意地も荒れる波窓命はなくないってくれるかいやさぐれかもめ。明日は出くれよ声が裏返っちゃったんだよ。だから声が裏返ったじゃないでしょ。あんたプロでしょ。プロだよ。もう売れてないけどもプロでしょ。一応プロだよ。もうだったらちゃんと歌って。それにさ、何そのお花はん、お花はんだよ。そのさ、もうタイトルと歌詞が全然違うじゃん。全然違うことないだろ。出てきてないじゃん、お花はん。じゃあお前が途中で止めるから悪いんだよ。お前なんて言い方をすんじゃない。違う。あかねくも、いや割ってんじゃん。お花はーん。バカじゃん、バカじゃん。なんでバカなんだよ。何言ってんの、何それ。歌い終わった後にタイトルを言うというこの斬新さが。斬新でもなんでもないよ、そんなもん。逆転だよ、逆転の発想だよ。逆転じゃないよ。ベンチャーだろ、お前。何がベンチャーよ。ベンチャー映画だよ。しないでよ。なんだよ。もうとにかくプロなんだったらちゃんとしてよ。やってるだろ、お前。もうそうじゃないとその衣装が泣く。はだから、その素晴らしい衣装が泣くって言ってんの。素晴らしい衣装って、お前、これはお前がデザインしたんだろ、風間っちが。いや、だから言ってるんでしょ。ああ、お父まちゃん。はい。あんたさ、ひかりちゃんのマネージャーでしょ。はい。もうだったら早くこの子一人前の演歌歌手にしてあげてよ。はい。テレビとかバンバン出してくれないとさ、せっかくのこの衣装が日の目を見ないじゃないのよ。はい、おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りと。ほら、俺別に着たくて着てるわけじゃないからね、これ。なんてこと言うんだよ、お前は。なんだよ。本当に申し訳ございません。すいません。衣装を作ってくださってるというのに申し訳ございません。おい、トーマ、別に謝ることないって。あいつはデザイナーでも何でもないんだから、ね、ってこと言うんだよ。ただのデザインスクールに通ってる学生なんだよ、あいつは。その点俺は一応名前は売れてないけどプロだからな、ね、プロと素人。でも素人にとやかく言われる、ど素人にとやかく言われる必要ないんだよ。なんですって、あんた。なんだよ。もういい、そんなに言うんだったらその衣装着る資格ない。抜きな。脱ぐよ、じゃあ。脱ぎなよ。脱いでやるよ。あんたなんかに来てほしくないよ。うるさいよ。なんでよ。なんで海の歌歌ってんの、これ。燃えてんだよ、これ。波とかかけや。日本代表のユニフォームみたいでいいじゃないのよ。そうですね。青入れろや。うるさいな、もう。なんなのよ。なんだよ、お前。すいません。申し訳ございません。夏希の言動は全て僕の責任なんです。夏希の肩幅が広いのも全て僕の責任なんです。申し訳ございません。生まれつきなの。夏希には、風間さんの衣装しかないんです。よろしくお願いします。ここは本編によろしくお願いいたします。まあ、トーマちゃんがそこまで言うんだったら今回だけは特別。あの、お詫びと言ってはなんですが、あの、今週のお風呂掃除のトーマ僕がやらせていただきます。え、いいの。はい、あの、ご存知の通り僕にはお金の余裕がありませんので、そのぐらいしかできませんがやらせていただきます。え、でも、ひかりちゃんの売り込みとかで結構忙しいんでしょ。いや、まあ、その辺は別になんとかなりますので、はい、大丈夫です。そうだ、あ、じゃあさ、もうそう、はい、だったらさ、はい、一緒に掃除しよっかね、一緒に掃除やいっこしよっか。掃除やいっこね、そしたら掃除早く終わるしさ。で、はい、早く終わったらその後一緒にお茶飲みながら、まあ、そうですね、はい、ね、あの、次の衣装の相談とかもできるし。はい、そうです。ね、そっちの方がいいよね。はい、怖い、怖い、怖いわ、おい。出てる出てる、それ。なんだお前、イグアナかお前。何かじゃねえよ。お前さ、
トーマに聞いやんだろ。なんてことを言うんだバカ。いやいや、ほら見て見てこの目、ほら売ったんじゃんこれ。そんなことはないですよね。もうそんなことない。何言ってんの。何なんだよ、もう絶対あるよお前。私どっからどう見てもストレートじゃない。はい、曲がってます。分野に曲がってますよ。何なの。何なんだよ。結局もうオカマ野郎だってことだよお前は。もう本当いい加減にしなさい。オカマ野郎ってもう認めちゃいな。もうそんな風に言われる人に衣装着てほしくない。脱ぎな。あー、じゃあもう脱いでやるわ。裸になりな。はな、なんで脱裸になんなきゃいけないんだよ。早く脱ぎない。やだよ。裸になりな。違うよ。見せな。違うよ。意味が違うよ。目が怖いよ。いや目が。いや、すいません、風間さんが言ってるんだ。裸になろうか。何言ってんだよ。いや、すいません、今脱がせますので。もう本当にいい加減にしたよ、あんたさっきから。うるさいよ。何なのよ。何なのよ。何なのよ、さっきから。うるさいよ、お前の方が。もう何、二人ともまた喧嘩してんの。もう、つまみちゃん聞いてよ。光がね、ひどいことばっかり言うんだもん、私に。違うよ、ひどいのはあいつの服のセンスだよ。バカなこと言うんじゃないよ。どこで買ったんだよ、これ。ちょっと、二人ともいい加減にしなさいよ。トーマくんが困ってるでしょ。いや、僕はこういうの慣れてますから。むしろうるさくして申し訳ございません。いいのよ、こっちも慣れてるから。いや、でもつぼみさんには本当に感謝してもしきれません。本当に、今時食事の出る下宿なんか珍しいですからね。助かってます、ありがとうございます。いや、こっちもね、お掃除とかゴミ出しとか手伝ってもらって助かってるのよ。いやいや、そんなのは当然のことですので。私は料理の手伝いとかしてるしね。ああ、こないだのエビチリ、あれ美味しかった。そうでしょ、うん、あれね、実はコツで酢をちょっと入れてんの。え、お酢。そう、そうすると味はもちろん美味しくなるんだけど、うん、見た目もすごくツヤツヤになって良くなるの。へえ、そうなんだ、うん、そんでね、あと酢だけじゃないのよ、コツは。え、何？あれ、革命的なエビチリじゃん、うん、あれね、実はエビを入れてないの。そう、入ってなかったの。そう、すごい、やっぱ風間っちすごいわよ。そうでしょ、新しかったでしょ、うん、あのエビチリ。新しい、ねえ、何の料理だよそれ、お前。ただの赤いテロテロじゃないのそれ。美味しそうだろ。美味しそうか、お前。本当か、お前。何なんだよそれ、お前。あ、というかさ、なんかお腹空いてきたな。なんかさ、おやつかなんかない。あー、ちょっと待ってくれ。あ、いい、いい、俺自分でちょっと台所見てくるから。衣装を汚すんじゃないよ。もうさっきお昼食べたばっかりなのにね。歌うからお腹空いちゃうんじゃないの。私ゆっくりしてる暇ないんだ。回覧板回してこなきゃ。ちょっと行ってくるから、お留守番よろしくね。はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。いやー、つぼみさんって本当に働き者ですね。いつもドタバタしてる。ようやく二人っきりになれた。させるか。